はい、こちらが別府鉄輪温泉にあるホテル風月ですね。昔はホテル風月ハモンドという名前でしたけれどもね、今ゆかリゾートプレミアムに変わってホテル風月というね、ホテル名になってます。で、入り口がこちらで、まあ、場所は変わってないんですけど雰囲気がだいぶ変わりましたね。ゆかリゾートになってから来るのは今回初めてなんですけども、今ね3時回ったところで続々とチェックインのお客様が入ってきてまして、めっちゃ並んでる。で、以前はここにフロントがあったんですけど場所が変わってます。フロントあっち、今めっちゃ混んでますね。はい、いらっしゃい、いらっしゃい、あ、出てくる。で、そこがフロントで、で、こっちで浴衣をチョイス。スリッパと帯は、部屋にあるので浴衣だけチョイスですね。浴衣は全く置いてないそうです、部屋には。エレベーター、でこっち行くと大浴場と夢玉手箱、ここが昔フロントがあったところ。まあ、作り的にはそんなに変わっては、大きくは変わってはないですけど、雰囲気はガラリと変わりましたね。で、これが女性の大浴場で、男性大浴場で、で、こっちがレストラン。左側のレストランは、まあ、場所的には昔とは変わってないです。時間制になってて、3回転ですね。一番最初のスタートが5時、その次が6時半って感じ。ちょっと見さしてもらおうか。あ、めっちゃ綺麗。ああ、すごいですね。ここのね、バイキングはかなり評判いいですね。楽しみ。で、イメタバコ、溜まってバッコはこっち。あ、大丈夫です、大丈夫です。すみません。大丈夫です、大丈夫です。すみません。で、外来の入浴でお金取ってるんで、宿泊者というのが分かるものを持って行ってくださいということですね。まあ、浴衣着ていくか、鍵持っていくかって感じ。けど、以前の時は、以前の、ホテル風月ハモンドの時は、宿泊者でも有料でしたけど、今ね、宿泊リゾートになって、宿泊者は無料で入れるので、その点は良くなったと思います。まあ、ここは変わってないですね、特に。イメタマテ箱で、こっちがホテル内に売店はないので、こっちの売店ですね。里の駅鉄輪を利用していただくということです。はい、新しくなりました。ゆかリゾートホテル風月でした。